今回はさっぱり肉豆腐を作っていきます。使う食材は白ネギ、豚バラ肉、豆腐、かまぼこ、梅干しです。食材を切っていきます。豚肉は4等分くらいに切ります。豆腐は8等分、かまぼこは半分をスライスします。白ネギも半分、青い部分も使います。縦半分にしてスライスしていきます。青い部分は斜めにスライス。梅干しは種を取って細かくみじん切り。作っていきます。フライパンに油をひいて、まずは豚肉を炒めます。ある程度火が通ったらかまぼこを入れます。かまぼこも軽く炒めます。軽く炒めたら出汁を入れます。今回は手軽にめんつゆを使っています。分量は水 150cc、 めんつゆ 50cc、 砂糖小さじ1で合わせてあります。ここで梅干しを入れます。固まらないようにしっかり混ぜます。豆腐を入れます。沸騰して豆腐が温まったら、水溶き片栗粉でとろみをつけます。一旦火を止めて水溶き片栗粉を混ぜ合わせて再度加熱するとダマになりにくいです。とろみがついたら仕上げに白ネギ、白ネギを入れて軽く混ぜ合わせたら完成です。